鍵か。 いらっしゃいませ。 よし、行くか。ありがとうございました。 Yeah!
いらっしゃいませ。うまいな。よし、行くか。ありがとうございました。
純太郎ちゃん。おい。ん？はあ。いや。ツアーで。はあ。あのな。ツアーで。いやいや。うん？そうや。ああ。はあ。いや。
時間食っちゃう。
らっしゃいませ。よし、行くか。ありがとうございました。横に移動つきまーす。ストップ。どこを狙うかが重要だよ。狙いつけ。どうだ。よく行きまーす。ストップ。どこを狙っていけ。
横に移動だよ。行きまーす。ストップ。どこでこんなところで止めちゃって。どうだ。また来てね。横に移動します。よくね。次はどこを狙い移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。狙って次はどこ移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。よく狙ってください。次はどこ移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。また遊んでくださいね。狙いをこんなところで止めちゃって。どうだ。ストップ。狙いを決めて。横に移動だよ。ストップ。狙いを決めて。こんなところで止めちゃって。狙ってください。
どこを狙うかがポイント。どうし、うまく狙えましたか？自動で動きます。どこを狙うか移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。どこを狙うか移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。遊んでくださいね。どこを狙うかがうまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。次はどこを狙う、移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。よく、次はどこを狙って移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。繰り返しプレイすることで上達します。
こを狙う起動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。よっ、次は起動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。狙って次は起動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。繰り返しプレイすることで上達します。なんか文句あるんか？覚悟はできてるやろな。
意味とんねん。分かってこい。おら、よし。しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。よし、行くか。ありがとう。
手間取らせる。Ah!
しばらく寝てろ。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。舐めたらあかんで。おおきに。ふざけるな。
純太郎ちゃん。ほんまに？
何見とんねん。たく、時間食っちまう。取らせやがって いらっしゃいませ。ありがとうございます。おい。
よし。さあさあ。よし。さあさあ。なに？そうっすね。いや。いや、そうっすね。Yeah. Yes.
何？へっ？ん？そうっすね。おい。何？へっ？ああ。Yeah.
おい。そうそう。ん？ああ。いや。
うございました。今俺のこと睨んだ。時間食っちゃう。上流。さすが上流やな。あんな？頼むわ。それじゃあ頼むわ。ああ、取らせやがって。おい。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。おい、え、覚悟はいいか。
せえな。しばらく寝て。いらっしゃいませ。よし、行くか。ありがとうございました。Yeah!
おい。え？おい。はん？
Hmph!
どれにするん？時間食っちまう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。よし、行くか。ありがとうございました。よし、行くか。ありがとうございました。
おう、そうやな。おい。おう。ん？ちゃう。
おい、いや、いや、いや、うん、ジョリュ、いや、ああ、よろしゅう頼むわ。おう、そうやな。おう。ちょっとええか。いらっしゃいませ。気に、よし、行くか。ありがとうございました。
ああ。
選んだな。つけがない。本気でかかってこいや。死ねや。赤面、そろそろキャッスルに案内してくれ。オッケー。いや、待たせて悪かったな。上流が大阪に来たんはこのためやもんね。一応理解はしてくれてたんだね。当たり前やん。ただ、行く前に一つ聞いときたいんやけど。なんだ。上流、高いとこ平気？あの船、かなりでかいな。ただ、なんでキャッスルなんだ？よくぞ聞いてくれました。船に降りたらすぐわかんで。一番奥のやつ、キャッスルやろ。大阪城。そう、巨大コンテナ船に大阪城を持った大人のアミューズメントパーク。ここに出入りできるんは指折りの VIP だけなんやで。この船のオーナーは近江連合本家でな、海外の使い古しを二束三文で買い叩いたっちゅう一品ですわ。今は近江の貴人会っちゅう組が仕切ってるんやって。貴人会。昔から近江の汚れ仕事専門にやってるって噂の極悪ヤクザ組織や。
ここの売りは無制限の自由っちゅうとこかな。飲む使うは当たり前、遊びに来てる VIP の方々は何をやっても許される。ただしスマホの持ち込みは禁止や。うちらもさっき預けさせられたやろ。撮影録音が OK やったらお客さんは自由に遊ばれへんからな。法の目も届かねってわけだ。そういうことやね。昔は会員制の高級クラブとかやったらそれだけで秘密は漏れんかったけど、今は国民全員スマホ持ちの総ジャーナリスト時代。そこで変態の心をつかむ近江の極道が新たなビジネスを立ち上げたわけやな。例えば特殊な性癖をお持ちの VIP 様はここで欲求を満たしていく。スピードが落ちてきたな。さあもっとムチを入れて。いいの？じゃあ行くよ。もちろんだ。思いっきり乱れちゃっていいからな。分かってる。欲望をぶつけられるんは大抵ギャンブルで首が回らんようになった連中や。最後の一発逆転狙って結局それにも負けたお人たち。せやから景気の悪い時ほど補充に困らんみたいやわ。でさらにもっと派手なんが見たいお客さんにはあれや。闘技場か。ローマの昔から客を沸かすんは流血の殺し合いっちゅうわけ。せやけど夢もあるんやで。ボクシングの元世界チャンプやら伝説の格闘家に幻の殺し屋、傭兵、金メダリスト。そんな連中に VIP が大金を張り合うから選手の稼ぎもでかいんや。赤目、ここの仕切りは鬼人会って言ってたな。渡せ組は何も噛んでねえのか。渡せ組？持ち噛んどんで。あそこの闘技場は毎晩イベンターを近江の組が持ち回りでやってるんや。でなんと今夜は奇遇にもその渡せ組の番やね。なんだと？上流が持たされてた例の赤虎な。あれは闘技場出場のチケットなんや。力さえあったらなんぼでも稼げる夢のリングへの特急券。せやから裏社会に持っていくと結構な値がつくんやで。うちの役目はそれを持った人をキャッスルの闘技場へ案内すること。裏社会でも絶大の信頼がないとできん。こんなん任されてんの大阪ではうちだけや。お前なんでもっと早くそれを言わなかった？だって上流赤虎の意味知らんかったやろ。普通はみんな喜んでくるんやけどな。もし闘技場はいやいやってこねられたらうちの責任やね。けどもうここまで来たら船出られへんし。やってくれたな。大丈夫やって。あんたかて腕を見込まれて赤虎渡されたんや。まあ最初は前座やけど上流やったらきっと選手になれる。そん時は渡せ組の人からどえらいご褒美があるはずや。もしかしたらそのプレゼンターが鶴野さんかもな。なんで手間暇かけて仲間に引き込まなあかんのか。証明してもらわんことにはいい加減こっちもアホらしいようになってくる。なるほど、そういうことか。なあ上流、もしかしてうちのこと怒ってる？いや、むしろいろいろガテンが言ったとこだ。するのは俺を試す気でいるらしい。だったら乗ってやるさ。そして必ず後悔させてやる。ようわからんけどうちに怒ってないやったらオッケー。でどこに行けば闘技場に出られる？闘技場入るとこに受付がある。行ったらすぐ分かるわ。ん？なんだよお前はここまでか。
キャッスルはうちも選手同伴やないと来られへんから、ちょっとだけ見物しに行かせて、後で合流するな。ええやろ。ふん、分かった。好きにしろ。そうないっすね、たこ枝さんでもええやん。ほなまたな、上流。一人で受付済ますんやで。Thank you.
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。かなめです。はじめまして。よろしくお願いします。そんなに緊張しなくていいぞ。あ、失礼がないようにって思うとぎこちなくなってしまって。でも、お気遣いありがとうございます。お、次は何にされますか？こっちお願いします。お疲れ様です。好きな食べ物ですか？そうですね、お刺身とか。あとちくわが大好きです。どんなちくわだ？普通のちくわが好きです。だからはんぺんとかも好きだし、おでんとか大好きです。私よくマイペースって言われるんですけれど、そんなにマイペースに見えますか？そう思う。ああ、やっぱりそうなんですね。自分でもそう思います。上流さんとお話ししてるとずっと楽しくて、お仕事してる気分じゃなくなっちゃうな。本気で言ってるのか？本当ですよ。なんだか安心するっていうか。今日とっても楽しかった。また来てくださいね。